砂浜で、キスを狙う際の、ポイントの説明です。一見こういった砂浜なんですけども、一見あの変化がないように見えて、実は、海底の中に、いろんな起伏があります。で、この、このまあ、これずっと横線引いているのが海の中です。これはもう上と上下ちょっと分かれてるんですけども、まず、上から行きましょうか。二つ並べて分かりにくいので、まあ、こういった風に、砂浜がこう海の中に入っていってまして、まあ、海があります。で、こういった風にこの、出ている砂浜の部分が平らなところはそのまま地形がずっと海の中まで続いています。こういったところは、キスを狙うポイントっていうのがなかなかちょっと定まりづらいんで、遠投していただいてこの距離をずっと引いてくるっていうような、釣り方になります。で、もう一つ、砂浜に行くとこういったふうにちょっとボコッと、波打ち際がボコってなってたりとか、砂が打ち上げられてこう階段状になっているとか、そういった起伏のあるところはやはり海の中にも起伏ができていますので、キスはこういった、駆け上がりという駆け上がっているところ、この間ですね、この間に、よくいます。で、もう一つはこの波打ち際ですね。こういったところは、波が引く際に泡が出ますので、こういったところに、よくいます。こういったふうに、出ている砂浜の、形状が、に起伏があるところは海の中も起伏がありますので、そこは、結構狙いやすいポイントになりますので、ポイント砂浜でポイントを選ぶときにはこう、起伏のあるところを選んでもらうといいです。で、こういったところは、仕掛けがこう来て、で重りがあって、仕掛けがこうあるところはこの起伏のところで止めたり、この時にこの起伏に差し掛かった時に重りがやっぱり、砂の抵抗を受けますので、竿先がぐーって重くなります。ぐーって重くなるところで止めると、この平べったいところに餌が来てしまいますので、なるべくぐーって来たところから、抜けるところまで、この抜けるところはここが、抜けるところなので、この抜けるところまで、持ってきてもらうと仕掛けがちょうどこの、駆け上がりに面しますので、キスが効きやすいです。ここでは一回ちょっと仕掛けを止めてあげる方が、いいです。で、この重りを引きずる場合なんですけども、ただずるずる引っ張るだけではなくて、こうちょっとずるずるずるというふうに、段階を、このちょっと強弱をつけてあげると、この重りによって砂ぼこりが舞いますんで、砂ぼこりが舞ってるとキスが何か餌があるんかなっていうふうに近づいてきて、でそこにある餌を食ってくれるっていうふうになりますので、重りを、使って、海底を引きずって砂煙を出してあげることによって、ちょっと離れているキスにも気づかせてあげることができます。こういったふうに、重りを使いながら海底の地形を探って、こんな駆け上がりを釣ってもらうといいと思います。これ氷一つ